はい、今回はワンダースワンのね、動画化バージョン2になります。ということで、ワンダースワンといえば1999年ですよ。2000年に変わる頃にね、登場してきたバンダイの携帯ゲーム機なんですが、基礎設計部分はですね、ゲームボーイを生み出した横井軍平さんが担当しているということもあって、横井さんがね、最後に手掛けたゲームボーイポケットとスワンのね、一騎打ちといった感じもね、当時熱く報じられていました。まあ、ちなみにこの時期、1989年から始まったね、携帯ゲーム機なんですが、ちょっとね、次世代機戦争などなど、そういったこともあって、携帯ゲーム機市場はですね、もう衰退の一途をたどっていました。まあそんな中、1996年にね、ポケットモンスターがリリースされたことにより、一気に市場がね、また復活してきました。それを見て、SNK のね、ネオジオポケット、そしてバンダイのね、ワンダースワンが登場してくることになります。任天堂はね、1998年にゲームボーイライトをリリースしたことによって、まあおそらくバンダイ、SNK は、しばらく任天堂もね、モノクロで行くんじゃないかなと思ったと思うんですが、同じ1989年の10月21日にね、ゲームボーイカラーを投入します。その1週間後、ネオジオポケットがモノクロで投入されました。そして1999年3月の4日、ワンダースワンが登場。ではですね、早速開封してみたいと思います。とにかくワンダースワンは徹底的にコストダウンを図ったマシンとなっています。で、このパッケージを見ても、一応色はついてますけど、なんていうのかな、フルカラーの写真を使ってるわけでもなく、こちらイラストだったりね、表面はモノクロのね、ワンダースワンの写真が載っています。価格は定価で4800円ですよ。今ね、4800円のニューハードなんていうものはないので、いかにね、このワンダースワンが安いということがね、わかりますね。じゃあ早速箱から出してみると、取説と本体と乾電池が入ってますね。いや、軽いですね。まあ今のね、携帯ゲーム機もかなり重たいんで、それと比べてももう軽いです。もう無駄がないんでしょうね。さあ、方向キーはありませんね。独立したボタンになってます。なので、上と下同時押しなんかもできちゃいますね。で、右側には AB ボタンがあります。この辺がやっぱりこう、横井さんのね、任天堂の流れがあるのかなと。画面下にはですね、スタートボタンとサウンドボタン。セレクトボタンはありませんね。サウンドボタンで音の大きさを2段階に変えることができます。そして特徴的なのが、従来ならば方向キーがあるね。左側のボタンがね、このように独立したボタンが8つついてます。左側面は電源スイッチですね。本体下にはですね、コントラストです。そして右側面、拡張コネクターがね、あります。さあ、ここがね、カートリッジスロットになりますね。まあ、カートリッジ交換式なんで、基本的にゲームボーイのね、思想に基づいています。まあ、こんな感じでしょうか。そして最後ね、ここが電源になりますが、電池ボックスですね。ちょっとね、珍しいシステムですよね。電池ボックスに電池をセットしてから、こいつをね、本体にセットするという。一説にはコストダウンらしいんですが、どうなんでしょう。コストダウンといえばね、炭酸乾電池1本で駆動するというのもね、まさにこう、省電力設計になっていると思います。さあ、先ほどボタンがね、左側に4つあったのは、アタリリンクス以来の縦画面でゲームプレイができるというね、斬新なシステムになっています。そしてここ、圧電素子によるモノラルスピーカーになっているのもね、コストを目いっぱい下げるための理由になってるそうです。
いや、こちらがね、横井さんが生み出したワンダースワンなんですけど、しかしですね、残念ながら発売を見る前に横井さんはですね、交通事故で亡くなってしまったんですよね。非常に惜しい。まあその意思を継いでね、いよいよバンダイから4800円、1999年3月4日ローンチしました。非常にね、カラフル、多色展開したんですよね。さあメインチップ見ていきましょうか。 ASWAN というね、なんて読むでしょうか、アスワンでしょうかね。なんとワンチップになってます。ワンチップ LSI。 CPU は V30 と言われてるね、16ビットを採用。動作クロック 3MHz。 メインメモリーが 10KB という、画面ですね。画面解像度 224×144 ドット。サイズは約 2.5 インチと。で、モノクロ8階調ということで、ゲームボーイをね、しのぐ性能になっています。さあ、サウンドシステム。こちらもね、かなり進化してるんですが、とにかく本体のスピーカーは従来のスピーカーではなくて圧電素子を使ってます。で、薄型になるとか、コストが下げられるというね、メリットがあります。まあ、コストダウンの影響なんでしょうかね。イヤホンジャックがありません。オプション扱いになっちゃってます。まあ、そんな感じのね、徹底的にコスト削減をね、メインに据えた、とにかく高度化するね、ゲームハードの中でシンプルなゲームをね、追求したハードになっています。さあ、ゲームがなければね、ただの箱になってしまいます。ということでソフトですね。まあ、パッと見ゲームボーイと同じ感じの雰囲気ですね。まあ携帯ゲーム機というか、この時代はこのように紙のパッケージにね、プラのケースに入っているカートリッジというのが定番ですので、原則ゲームボーイのシステムに習った形になってます。まあゲームボーイと比べるとやっぱり薄いなと思います。気になるのがやっぱね、ここですね、端子がね、剥き出しなんですね。うかつに触ってしまってね、手汗で錆びてしまうとか、そういった心配がありますんで、ちょっとね、ここはね、どうなんでしょうかといった感じです。まあ、とにかくスリムなカートリッジに仕上がっていますね。でソフトの特徴ですが、まあバンダイなんでね、とにかくアニメのゲームが非常に多いです。そしてガンダムですよね。バンダイといえばガンダム。で、強力な援軍スクエアがね、かなりソフトを供給していました。まあこれにはいろんな事情があるんですけど、まあとりあえずスクエアのね、ワンダースワン参入は大きなトピックでした。ではですね、起動してみたいと思います。非常に軽いで、電池入れないとね、始まりません。単三乾電池1本ですよ。 1.5V で駆動しちゃうんでしょうかね。こちらを突っ込んでみたいと思います。で、単三アルカリ電池で1本で30時間というね、非常に省電力な携帯ゲーム機になってます。この時代ね、ゲームボーイポケットなんかは8時間になっちゃってましたんで、いかにね、このワンダースワン16ビットながら省電力なのかがわかると思います。動きませんね。ソフトが入ってませんね。カートリッジを刺さないとね、原則動きません。ということでポショッと、このようにね、ラベルが出るのがいいですね。電源オンと、このキュイーンっていう音がね、またワンダースワンの特徴ですよね。さあ、液晶なんですけどね、ちょっとね、やっぱり暗いというのが特徴です。 STN 液晶なんで、まあ残像とかね、そういったものにも弱いものになっちゃってます。まあその代わりね、徹底したコストダウンが図られているんですけど、
まあ通常のゲームであればね、そんなに問題はないと思います。ちょっとね、こう激しいゲームなんかは残像感があります。ゲームボーイなんかを思い出していただければいいと思いますけど。ちょっとね、こんな感じでやっていますけど。でも解像度がね、ゲームボーイより上がってますんで、字なんかもね、非常に見やすいと思います。でも言われるほどそんなにね、残像感はないのかなと。初代ゲームボーイの方がかなりこう、さーっと流れて、マリオランドやってても、ちょっとね、見えないとか、そういったのもありましたけども。まあこういったね、携帯ゲーム機としてはもう本当に素晴らしいものに仕上がってると思います。さあ、ワンダースワンのもう一つの特徴はね、この左側のボタンにあるということで、あれ?バンダイの向きがおかしいということなんですが、このようにね、縦持ちでプレイすることもできちゃうというね、ちょっとやっぱり暗いですかね。コントラスト調整したいと思いますが、こんな感じでね。はい、映りましたね。今ね、コントラスト調整するゲーム機ってあまりないと思いますけど、まあ、こんな感じで縦持ちなんですよね。ゲームボーイにはない特徴になってます。で、このね、縦持ちするスタイルは結構ワンダースワンではね、多数リリースされましたよ。まあ、パッと思い出すのではですね、この、軍兵というね、軍兵さんのタイトルになってますけど、あとは、コナミのビートマニアとか、ナムコのね、ワンダークラシックゴルフゲームですね。まあそういったね、縦持ちに適したゲームなんかは、どんどんワンダースワンに、移植されていました。さあ、ワンダースワンのね、周辺機器、オプションユニットです。まずは、連動要素ですね。当時、任天堂がかなりプッシュしていたのが、64とゲームボーイの連動要素だったんですが、ワンダースワンも同じコンセプトの商品が出ているんですが、当然ね、スウェオ機器を出してない、バンダイにとって誰と相棒を組んだのかというと、まあ、プレイステーションなんですよね。まあ、64と組むわけにはいきません。ライバルなんでね、現在ね。このポケットステーションの赤外線を通して、ワンダースワンと連動するということになっていましたよ。まあ、この辺はまだね、動画で出してませんので、いずれやってみたいとは思いますけど、このようなね、ちょっと当時流行っていた連動要素、バンダイも行っていましたね。ワンダーウェーブというやつです。そして、こちらはワンダーボーグといって、ワンダースワンでね、プログラミングできる完全自立型ロボットになっています。いや、今でこそね、プログラミングロボットなんていうのがトレンドになってますけど、この時代からね、ワンダースワンではゲーム機を介してやっていました。映像にはありませんが、この他にね、ワンダーウィッチとか、タニタとね、コラボした体重計なんかもありました。もう一つこちらね、先ほど言った通り 3.5mm のイヤホンジャックがありませんので、オプションパーツでね 3.5mm のイヤホンジャックをつけることができます。もう一つ専用充電池というものもあります。でこちらをね、使うと非常にスリムになるんですよ。さらにね。で、このように、まあ、ウォークマンスタイルですね。当時、MD ウォークマンとかに採用されていたガム型電池になってます。で、こいつをね、使うと本当にね、スッキリするんですよ。この裏面がね、つるっとフラットになります。どうしても、ゲームボーイカラーもそうだったんですけど、裏側がね、このようにボコッと出ちゃって、ちょっと気分的なもんなんですけど、置いた時のね、そういったものが解消される専用充電池。もう一つのワンダースワンということで、こちらね、ベネッセですね。子供チャレンジで採用されている学習用端末になります。ポケットチャレンジ V2 というもの。もしかしたらね、
当時使っていたよという方もいると思いますが、実はワンダースワンのアーキテクチャがね採用されていて、ベネッセと横井さん率いるコトのコラボレーションによって誕生したハードです。実はね、以前ね、強引にこのポケットチャレンジでワンダースワンのソフトを起動させたことがあります。さあ、ワンダースワンをね悩ます問題として、もう20年以上経過してますんで、そう、ビネガーなんですよ。ちなみにうちにあるね初代ワンダースワン、すべてビネガーシンドロームに侵されています。見えるかな、ちょっとこうゲームボーイポケットとはちょっと違って、ワンダースワンの場合はこのようにね液晶の画面が浮き上がる感じでビネガー発症するんですよね。黒ずむというよりはどちらかというとなんか濡れてるというのかな、こう隙間に何かが入ったような、空気層が入ったような感じで浮き上がった感じになりますね。まあいずれにしてもこの当時の液晶はねかなりビネガー率が高いと思いますんでね、どんなに頑張っても発症するときは発症してしまうんで、その時は直します。さあ、当時恒例だったね、自分の動画ではいつも比較してました、当時のねライバル機と比較するコーナーになりますが、まあワンダースワンが出た時はこのゲームボーイカラーがねすでに投入されていました。まあ大きさは一回りワンダースワンの方が小さいかなといった感じはしますけど、まあ縦に置くと大体同じかなと思います。ただね、文字通りカラーということでゲームボーイはついにカラー化を果たしている中、徹底的にコストダウンを図ってね、モノクロ液晶ながら16ビットマシンに仕上げたワンダースワンと、さあ一騎打ちといった流れになっていましたよ。で、最初ね、モノクロで投入された、こちらの画面から飛んでってしまいましたね。そう、ネオジオポケットも、カラーになっていくんですよね。なのでこの3機種が揃った頃にはワンダースワンだけねモノクロ液晶になってしまいました。どうしてもねまだまだ当時は、携帯機といえども高性能化への要望が高かったため見劣りしてしまったんですよね、ワンダースワン。さあ、ソフトのパッケージもねせっかくなんで比較したいと思います。当時出ていたゲームボーイのパッケージよりもやや小さめですが、まあ、大体同じかなといった感じでしょうかね。厚さもそんなに変わりません。まあゲームボーイをね徹底的に追求したワンダースワンになってますんで、非常にこのパッケージも似た感じになってます。もしかしたら知らない方が買うとねどっちのソフトか分かんないんじゃないかなと言ったぐらいに似ています。ただ中身のねカートリッジはかなり形状が異なりますね。ワンダースワンの方がねやっぱ横長ですね。でゲームボーイはねこの端子に触れないように奥に入ってますけど、スワンの方はねキラッキラの端子が丸見えです。厚さはやっぱりねスワンの方が薄いですね。なので見た感じはスタイリッシュです、非常に。それだけにちょっとねこのむき出した端子が気になっちゃうところでしょうか。その他の機能というところに行きたいんですけど、取扱説明書を見ると書いてあるんですが、スタートボタンを押しながら電源をオンにすると、まあこのようにね特別なモードに入っていきます。内蔵 EEP ロムにね書き込むため電池を交換しても消えることはありませんね。名前と誕生日と性別、血液を登録できると、まあパーソナルデータになっています。まあゲームボーイにはねない機能になってますよね。まあこれを活かしたゲームもあるそうです。
もう一つ、実はね、この画面の下の方にインチケーターがあるんですよね。インチケーターで、ちょっとね、今映るかな。ちょっと一応カートリッジ引っこ抜いてみて、電源オンにしてみます。あ、ちょっと映りましたね。スピーカーの音だったり電源が入ってるよというマークなんですが、もっともっとね、細かい情報がいっぱい出るんですけど、同時に映ることはあんまりないのかなということで、取説にね、その辺が書いてありました。で、あ、これですね。アイコンマークはすべて横仕様のものですということで、電源マークとかイニシャライズ OK マーク、なんでしょうか。あ、カートリッジが入ってるかどうかですね。うん、とか星マークとかもなんでしょうかね。あ、省電力機能のあるカートリッジってあるんですね。知らなかった。電池マークとか、音の大きさですね。ヘッドホン縦横のマークとかね、 ETC マークなんでしょうか。ETC 高速道路のあれとはまた違うと思いますけどね。カートリッジによって点灯点滅する場合があるということで、いやいや、まだね、謎な機能が多いですね。さあ最後にね、ワンダースワン、こちらはね、とにかく、徹底的にコストダウンをね、測った携帯ゲーム機になっています。まあ中見てみても、ワンチップですよ。ワンダースワンのチップはこう、アズワン、SOC1 個ですね。この一つで全てを賄っています。グラフィック、演算、インプット、アウトプット、サウンドなどをね、この1個のチップでこなしていると。いうことなんですよね。まあ、このチップのね、設計ですね、まあ、横井軍平氏率いるコトが開発したということなんでね。あとはですね、コストダウンとして 3.5mm のイヤホンジャック非搭載、そうすることによってアンプがね、必要なくなると。まあ、必要なくなるというか、アンプがなくなっちゃったことによって、圧電ブザーぐらいしかね、スピーカーを駆動させることができないんですよね。といったところから、まあ本当ね、徹底的にコストダウンを図ったハードになっていますよ。で、ライバル任天堂から見るとね、大体どうでしょう、 30% ぐらい安く設計したと思いますよね。で、まあライバル任天堂に絞ったのかどうかと言われると、ちょっとね、立ち位置が難しいハードになってましたよね。で、多分個人的にはキーチェーンっていうのが当時流行ってて、キーチェーンの LCD ゲームが流行っていて、それのね、上位バージョンみたいな雰囲気なんですよ。モノクロだしね。で、だからといってゲームボーイカラーのね、カラーには対抗できないので、まあどちらかというと、ゲームボーイのね、再定義みたいな感じだと思うんですよね。なので、そういった意味では、ちょっとね、時期的にゲームボーイカラーがまさかの登場ということで、ワンダースワンはもちろんね、ネオジオポケットもね、ちょっとびっくりしたんじゃないかなと。そう、そもそもね、ゲームボーイカラーって登場する予定はなかったんですよ。まあその証拠というか、1998年4月にね、もうゲームボーイライトをリリースしてますんで、同じ年にまた同じハードをね、出すってことは任天堂としてはないんですよね。ところが、まあ、ポケモンのヒットなどでね、結構、携帯ゲーム機市場が熱くなってきたんですよね。復権してきた。ということもあって、まあ、バンダイとか SNK がね、携帯ゲーム機に参入してくるという、まあ、次世代、携帯機ゲーム機戦争みたいなのが始まったわけですよ。で、まあ、サードの圧力とか、ちょうどね、その頃、反射型カラー TFT 液晶が、安くなってきたということもあって、まあゲームボーイカラーがね、急遽98年のね、10月に投入されることになりました。まあそんな事情もあってね、 SNK もバンダイもちょっとね、意表をつかれたんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで、このワンダースワンはですね、この白黒モデルに関して言えば、日本で208万台がね、販売されたと言われています。カラー系は124万台なんで、実はモノクロの数はね、かなり出荷されていると思いますよ。あとね、日本でしかね、ワンダースワンって発売していなかったんですよ。世界展開はね、してないので、まあ、各国の他の国からのね、熱い視線がありますんで、どん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 ね、
海外に買い取られる前に買いたい方はねゲットしておいた方がいいかなと思います。特にこのモノクロのやつはですね、横井軍平さんがね関わった最後のハードウェアになると思いますんで、軍平イズムをねぜひ堪能していただけたらなと思います。ということでワンダースワン編はね次カラークリスタルへと進んでいきます。ではまた。